よっと、そーっと、困ったわね、これじゃあね。すいません、もう少し早く気づいていたら。別に清水屋さんのせいじゃないよ、うん、でもなんかないとまずいわよね。これはおじいちゃんのお店のおもちゃ。なんか欲しい。どうしたものかしらね。いやー、今日は体が軽い。捕まえる。何事か。一年で一番賑やかな祭りの日、店は一年で一番静かな日になる。世界と僕のアンビバレンス。このペンキなら乾いてもすぐ水で流せるぞ。イエーイ。